イダ・ボバックは、デンマークのオリエンテイリング選手。シルケボー生まれで、現在は、オーフス在住。同じくオリエンテイリング選手であるクリスティアン・ボバック、セーレン・ボバックらの妹。ジャワック2 0 1グにて初めてジュニア世界選手権に、出場したのは2006年のことで、開催地は、リトアニアのドルスキン会だった。スプリント競技で49位、ミドル競技で20位。 ロング競技で49位となる。同大会では兄であるセーレンボ・ボバックがジュニア、世界選手権者となった。2007年も引き続き、ジュニアデンマーク代表に選出され、オーストラリアのダボで開催された、ジャワック2007へ出場した。スプリント競技で25位、ミドル競技で19位、ロング競技で33位と、すべてについて、前年を上回る結果を残している。 スウェーデンのイエテボリで開催されたジャワック2008ではシーニュ・クリンティングやマヤール村と共にリレー競技で2位となり銀メダルを獲得した。また個人競技のスプリント競技では14位、ミドル競技では45位、ロング競技では22位となっている。イタリアのトレンティーノにて開催されたジャワック2009で4種目すべてでメダルを獲得しブレークスルーを果たした。 ロング競技では、前年度の同種目発射である、スウェーデンのジェニー・ランコビストを1分強差で制し、優勝した。またスプリント競技で、銀メダル、ミドル競技と、サイン・クリンティングやエマ・クリンガンバーグらと共に走った、リレー競技で、銅メダルを獲得した。5回目のジャワックとなるジャワック2010は、母国のデンマーク・オールボーで開催され、 地の利も活かしながら3枚の金メダルを獲得する大活躍を見せた。個人競技では、スプリント競技でロング競技において金メダルを獲得し、リレー競技では前年同様シーニュ・クリン・ティング、エマ・クリン・アンバーグと共にデンマーク代表チームを結成し、チェコにセリ勝ち、開催地デンマークに金メダルをもたらした。また、当然、ミドル競技にも出場していたものの、 予選において足首をひねってしまい、決勝に出走することが叶なわなかった。6度目にして年齢制限のため最後となるジャワック。ジャワック2011はポーランドで開催された。レンボルクで開催されたスプリント競技で優勝すると勢いそのままにベイヘロボで開催されたロング競技、ミドル競技でも優勝し、史上初めての個人参観を達成した。しかしながら、 国エボボで開催された、リレー競技では、エマ・クリンガンバーグ、イタ・クリンガンバーグとチームを組むも、接戦虚しく3位となり、4冠達成はならなかった。ウォック2010リレー競技デンマーク女子、チームリレー大会対イミラへは所属するスウェーデンのクラブ、ウルライス・ハムズ・オーケーから出場し、チームの第一走者として、全体トップでフィニッシュした。ウルライス・ハムズ・オーケーは、 300チーム以上の女子チームがある中で最終的に準優勝の結果を残している。また、ジュニア選手の年齢でありながらもフル代表としてノルウェートロンハイムで開催された世界選手権ウォック2010にも出場した。ミドル競技では予選通過し、決勝では進出者45名中13位に入る検討を見せた。またリレー競技でもメンバーに選出され、 第一走者を務めた。デンマークチームは、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、スイスに次ぐ5位入賞となり、チェコ、フランス、イギリス、ロシアといった、強豪国にセリ勝った。ジュニア最終年でありながら、自身2度目のウォック、フランスサボアで開催された、ウォック2011に出場した。世界屈指の難易度を誇るサボアのテレインに適応し、若干20歳にして、 ミドル競技で銅メダルを獲得した。デンマーク女子がウォックの個人種目でメダルを獲得するのは1974年以来37年ぶりの快挙である。2012年、2013年とワールドゲームズの混成リレーにおいてこそ銀メダルを獲得したが、ウォックにおいてもヨーロッパ選手権においてもあと一歩のところでメダルを逃し続けていたところ、イタリアで開催された ウォック2014において、エマ・クリンガンバーグ、マヤールムと共に出場した、リレー競技で銀メダルを獲得する。デンマーク女子が、リレー競技でメダルを獲得するのは1983年以来31年ぶりのことである。またミドル競技でも優勝争いに参加し、終盤のミスが響いて、アニカ・ビルスタムに敗れるも、3年ぶりに銀メダルを獲得した。ありがとうございます。